到着してみると機内から出るのも一苦労なほど大騒ぎ。そして出迎えてくれたのはなんと第1回のミスインターナショナルコロンビア代表のステラ・マルケスさん。現在は結婚してフィリピン在住、そこで急遽お祝いに駆けつけてくれたのです。マニラ国際空港のロビーにはフィリピン全土から報道陣も詰めかけ、まさに注目の的。プレシャスさんは一躍時の人となりました。もちろん家族も空港でお出迎え。でも一番驚いているのは、It's unbelievable. I never imagined it would be like this. So I'm really very happy, excited and scared all at the same time. リムジンに乗り、パトカーに先導されて着いたところは、大統領の官邸、マラカニアン宮殿。緊張しつつ待つプレシャスさんのもとへアロヨ大統領が現れました。大統領の気さくな人柄に雰囲気も和み、やっと笑顔が。今回の栄誉についてプレシャスさんのお母さんは、It's really a great honor. Not every Filipinos could do the same thing, being welcome and in a very relaxing atmosphere and ambience. It's really a great honor. It's really, yeah. 続いてマニラ市内を記念パレード。見事ミスインターナショナルの座を射止めて故郷に戻ったプレシャスさん。彼女を待っていたのは熱烈なマニラ市民の歓迎。世界一に輝いたプレシャスさんに祝福を贈ろうと、歓迎の嵐はいつまでも続く。